こんにちは、おしりびもちです。今回もセーニングルパープルに潜入しちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、今ガチスカで使っている超お気に入りの、スーパーサブの選手ですね、紹介しようかなと思います。激レア FP になりますね。一応2回登場しているんですけど、まあでも2回しかやっぱり登場してないんで、激レア FP の中に入るのかなと。昨日の動画でですね、今ね、アパテ TV が、まあ、現環境で最強だと思っている激強3トップみたいな感じで、香川、ラッシュ、メッシみたいな感じで上げたんですけど、まあこのね、4213で結構オンライン回ってますし、ガチスカの一つになるんですけれども、ベンチにいるこちらの選手ですね、パブロ・サラビアという選手なんですけど、1回目が確かね、パリ・サンジェルマンの CS で来てて、2回目にユーロのね、仕様で来たんですよね。この選手って、まあ、スーパーサブなんですけど、何がいいかっていうと、インサイドレシーバーのまずスーパーサブなんですよね。スルーパス、ワンタッチドロップ、無回転、ミドル、コンカ、ダブルタッチを確定出せるんですよね。使用感がめちゃくちゃ良くて、能力値はこんな感じで、オフェンスですから決定力まで高くて、しっかりね、スピード、瞬発もあると。で、フィジカルコンタクトも地味に78あるんで、うん、まあ、めちゃめちゃ低いわけじゃないね。で、ボディコンはしっかり90あって、アグレッシブネス77 で逆足シンドセーターが1・2の後半6ということで、このメッシの位置に、まあ、後半の60分ぐらいあたりからこのパブロ・サラビア入れるんですけど、この選手がやっぱりインサイドレシーバーなんで、ちょっと中気味にボールを受けると。インサイドレシーバーでね、サイドバックとセンターバックの間に入るんで、特にやっぱ後半になってくると相手の足が止まってくるみたいな感じで、結構フリーでねもらえることが多いんですよね、このパブロ・サラビアが。このハーランドとかに対して抜け出しにすごいね、左利きでね、いいパスがバコバコ出せるんですよね。自身も縦に行ってシュートを狙っていけ、ここで貯めてもらってパブロ・サラビアが抜けてきて、普通にね、ゴール前まで行ってシュートみたいな感じもあるんですけど、非常に使いやすいスーパーサブの選手で、この4213の今使っているこのティモ・ビンデバルドのガチスカだったら、俺は今ガチスカでスーパーサブの一人として使ってるんです。両ウィングがインサイドレシーバーということで、はい、最初そんなにうまくいってなかったっていう、後半でこのダブルインサイドレシーバー、より中央攻撃に特化するっていう感じで、はい、後半メッシとは違う動きをしてもらうっていう意味で、このサラビアもね、インサイドレシーバーでグッてこう寄せて、前半と後半で違うような動きすることできるんで、相手をなんか惑わすことができて、うん、メッシだと一枚後ろに下がってる感じするんだけど、サラビアは中にいるから、すごいそこでね、またちょっと違いが生まれて、メッシの方が体力若干あるんで、メッシをわざわざこっちに左に持ってきてセカンドトップに行く必要もあるんで、まあ、ここら辺は結構ガチャガチャにいろいろシステム変化はするんですけど、ダブルインサイドレシーバーにする場合も後半だとそのオプションの一つとしてやると。そうそうそう、ちょっと逆足の精度が悪いんで、多分4-3-1だときついし、セカンドトップとかで起用してももう少し決定力欲しいなとか思う人いると思うんですけど、これはね、4-2-1-3に使った場合はパブロ・サラビア全然ガチスカ入ってくるレベルの強さだと思うんで、やっぱスーパーサブのインレシってダブルタッチとか出せるっていうのは結構珍しいんでね、ぜひ今一度使ってもらって、持ってる人で今4-2-1-3使ってる方はぜひ一度使っていただければなと思いますね。ということで、最後にじゃあ実際にフレマやっていきましょう。
さあ、ということでいきましょう。調子、サラビアは普通ですね。まあ、後半からいきましょう。バイバックと。今回、固め。あれでしょ？これー！あやばい。おい！よっしゃ！いや、止めるねー。それは無理やろ。いや、止めるねー。無理。ライジングの距離でよ。あそこ入ったら結構、まあ、ダブルダッチでずらさないと無理だよね。いけ！いやー、なんでそこ、このなんか取った後なんか遠慮しがちなやつ何？おぶねえ。まあさすがにね、コースはまあまあだから。これーさすがに無理だな。見逃し三振。やばないかー。あぶねえ。いやマジでお前するパス。さすがにやらせねえぞ。え、何？何が起きたんだよ今。ミスでしょ。単純に自分の。いやてか浮かしてパス出そうと思って。いやマジで。え、これでかい。ちょっとやめてそれ。いやちょっとなんでこんなコース甘いとこ打っちゃうんだよ。タッチできる。いやもうそこね、カーソル変わってほしい。いや、いや強い強い。あ、うわ。いやそのワンタッチパスすごいわ。頼むぞお前。オッケー。フィリッポ男爵。インザイでワンパゲットにせ。いやこれこれこれ危ねー。いやびっくりしたわ。本当にあの。ね、浮かし玉なんか余裕を持ってやってたら普通にパス取られて香川にバチコン。いや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 、これでかいんじゃない。おいおい、どうしたんだお前。二段階クッションでなめんなお前。おいの、どうしたんだ、取りに行け。死にかけてる。くぅ、お、なに、あぁ左だと分かってる。この間のスペイン代表のあのアセンションみたいな感じでやられねえ。終わんね、終わんねえよ。嘘、終わんねえ。終わる終わる終わる。ほら終わった。おい。なんで終わるんだよここで。